小形義春は元 NHK アナウンサー。現在はフリーアナウンサーとしてボイスワークスとマネジメント協力を結んでいる。広島県広島市出身。山口県立法府高等学校から広島県立広島国体寺高等学校を経て、慶応義塾大学法学部政治学科卒業後、1974年に NHK へ入局。 スポーツ穴として1981年から2004年春場所まで大相撲中継の実況を担当。またテニス、鈴鹿8時間耐久ロードレースを、はじめモータースポーツ中継ではメイン格。その他に、高校野球、柔道、剣道、バレーボール、バスケットボール、ハンドボールなどの実況を幅広く担当した。アナウンサー引退後は NHK 放送研修センター。 日本語センター講師、大相撲、幕内の全取り組のナレーターを担当。さらに雑誌、大相撲中継の編集長を2011年2月まで務めた。その後2年間の事実上の休館を経て、2013年に NHK グローバルメディアサービス編集の相撲専門誌、NHKG メディア大相撲ダーナルが復刊されるにあたり、その編集長に就いた。 2015年に NHKG メディア及び出向元の NHK を退職。フリーアナウンサーとなる。ありがとうございます。